今朝のこの5時台おはようテラちゃんはドイツハンブルクと結んでいます。医師の村中理子さんです。村中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は2月14日、日本ではバレンタインデー、もう昨日もですね、スーパー覗いたらもう バレンタインコーナーがあってね、でチョコレートだなんだ、最近はいろんなお菓子もこう豊富になってまいりましてね、何かもう年々このお菓子類が増えていくんじゃないかみたいな感じがするんですけども、ドイツはバレンタインデーっていうのは2月14日っていうのは何かありますか、イベントとして。チョコレートが急に増えるってことはないです。全くチョコレートを送る、送る人もいるんでしょうけど、どちらかというと、男性が女性にバラの花を送ったりとか、プレゼントをしたりするといった感じで、なんかこう女性が、なんか昔で女子が男子に告白するような日になってたんですけど、そういう感じではなくな、ないですね、はい、だから面白いですよね。逆じゃないですかね。え、日本は女性が、男性、最近は友チョコとかね、それこそもう自由でいいじゃないのっていうんで、男性から女性にプレゼントなんてのも見聞きしておりますけれども、ドイツはだから男性から女性なんですよね。そうですね。ただ多分日本のチョコレート、女の人が買いたいんだと思うんですよね。すごい綺麗なチョコとか美味しそうなチョコがあるから、だからなんかこうそういう意味で、いい感じに根付いてるのかなっていう感じもしますけど。そうですか。で昔はね、何か質より、質より量というか、量あると、あ、それだけ愛情をもらったなみたいに思ってましたけど、最近は量より質というような、このお菓子チョコレート特にですね、多いですよね。例えば蜜粒で結構そのブランドもののチョコレートとか多いんですよね。そうですね。なんかやっぱりこの値段、このチョコレートに出すのっていうのでも、バレンタインだからいいかって感じで買うっていうのが、なんか多分言い訳にできるじゃないかな、女性なんかはと思いますけれども。そうなんですね。あとはその自分へのご褒美なんていうのも最近流行ってますしね、さて、トルコ南部のシリア国境近くで大地震が発生してから昨日で1週間となりました。トルコとシリアの両国ではこれまでに合わせてですね、今日本の手元の資料によると3万6000人以上が死亡し、今も多くの人たちが倒壊した建物の下に取り残されているとみられ、懸命の救助活動が続いているということです。村中さん、ドイツではこのトルコの大地震というのはどういうふうに報じられているんでしょうか。連日トップニュースですね、本当にという感じなんですけれども、今日でちょうど、まだこっち13日なんで、地震から1週間ということで、今日のニュースの主なのはやっぱりレスキューのチームいっぱいドイツから送ったんですけれども、それがだいたい引き上げ始めたというのが一番大きいニュースです。引き上げ始めたんですか。はい、結局すでに救える命を救える時間はもう過ぎたという判断で、もちろん奇跡的に助かっている人もいるんですけれども、非常に多分いろんな条件が揃った人が生きてるっていう程度の状態に多分なってきてる中で、もうっていうことで引き上げてるチームがほとんどだというニュースですね。先週村中さんにお話をお伺いした時は死者が7000人を超えたということです。今ドイツではその死者の数ってのはやはり3万6000とかそういう情報でしょうか。そうですね、今日の午後のニュースで、3万7000人というのが最新、増えてるんですね、やはりね、3万7000ですか。で、今回の地震では8万人を超える怪我人が出ていると、その先週7000人を超える死者の時点でお話を伺って、72時間というですね、その人間のこの生命が急速にこの衰えてくる時間だというようなお話もしたんですが、今の村中さんのお話聞いて、中にはですね、トルコのハタイ県などでは175時間7日以上にわたって瓦礫のこの下に閉じ込められていたという女性が救助隊によって救出されたなんていう、こういうニュースもあります。ですからね、諦めてはいけない反面、先ほど村中さんご指摘の通り、この大体の命は残念ながら、難しい状況になってきたとなれば、その救助隊も撤退を始めたという、こういう動きになってるんでしょうね。そうなんだと思います。で一方、日本はですね、昨日日本の政府専用機が、昨日の午後3時過ぎにトルコに向けて出発しました。これは医療チームにテントとかベッドなどの資機材を輸送するためで、
あと特にですね、この被災地では長時間がれきの下敷きとなることで体にたまった毒素物質が全身に回って命を落とすこともあります。例のクラッシュ症候群の患者、これが多く見込まれるため、日本の医療チームが救助隊で唯一救出後に必要になる人工透析の装置を持ち込んで治療に当たるということです。これですから、その大体、時間からしてみると、これから生存者っていうのは少ないんでしょうけれども、ただこのクラッシュ症候群の患者のために人工透析の装置も持っていく日本の救援隊もいるってことなんですね。そうですよね、クラッシュ症候群の話は正直全然ドイツではニュースになっていなくて、そうですか、すごい日本らしい、地震の国でこういう形で地震、いろんな被害が起きるってことを知ってての中のことだと思うんですけど、送る時期はちょっと遅くて、やっぱり72時間って地震のいろんな経験がある国で散々知っていて、そこのとにかく早く一刻も早く送ることが大事ってことが分かってたのに、今になって送るっていうのはちょっとドイツを引き上げてるってことを考えると遅いのかなっていう感じもしています。あとその被災者はですね、トルコ国内だけで1300万人に上って、 WHO 世界保健機関はトルコとシリアのこの両国の被災者の数最大で2300万人に上る可能性がある、こういう見方を示しています。救助活動とともにこの被災者の支援、これも課題となっています。でドイツはですね、トルコ系の移民が多く暮らしている国ですけれども、この被災者の受け入れなどはどうなんでしょう、受け入れる方向で進んでるんでしょうか。いや一切ですね、そういった報道とか発表はなくて、逆にトルコ人いっぱいドイツの中にいるんですけれども、その被災した親族を呼びたいんだけどどうしたらいいんですかっていう問い合わせに対して、今でも被災していても今まで通りのビザの申請が必要ですということをですね、はっきり証明している形で、とはいえ今ビザの発給どころではなくて、例えば今回トルコの南の方のガジアンテップというところに、被災地ですけれどもビザの申請センターがあるんですが、そこでもうすでに申請をしている人についてはそのビザを何らかの形で発給して持ってくることはできるけれども、そうじゃない人は今から申請をしてくださいと。それから隣のシリアですよね、もうダマスカス の大使館は閉じているので、シリア側ではもうビザの申請もできないというのが現実的な状況になっています。ということは、この緊急でこの今回のトルコの地震の被災者受け入れというのは、原則やらないという状況なんですね。そうですね、やっぱ戦争、ウクライナ戦争が始まった時には、あそこで住めないっていうことがすごく大きかったと思うんですけれども、建て直せば住める、そこに土地があるわけなので、そういったものに対してはただ連れてくるっていうふうなことはしないっていうことなのかな。そういうことなんですね。一方でこの例えば公園なんかには1万人以上の人が集まってね、その先週から比べるともう倍になっちゃったと。で氷点下じゃないですか。でテントで、ですからこのドラム缶かなんかにね、薪というか焚き木で暖を取ってるという状況で、これからその感染症の問題なんかも出てくるかと思うんですけれども、これ結構現地は現地で大変ですね。そうですね、だから日本チームも遅れて入りましたけれども、まだまだこれで急に終わったわけじゃないので、やることはやるとあると思うので、ぜひいろいろ力を尽くしていただければなというふうに思ってます。ところでそのドイツの中には村中さん、やはりトルコの人たちってのが多いんですね。そうですね、すごく多くて、多分人口の 5% ぐらいは、トルコ人なんだと思うんです。本当にそこら中にトルコの人っていて、有名な人だとこの前新型コロナのワクチンを作ったシャーヒン夫妻ですね、あの人たちもトルコの出身の人たちで、でもシャーヒンさんなんか本当にやっぱトルコ人ちょっとだけなんていうのかな、やっぱり社会階層の下の方にいる部分はまだあるんですけれども、もちろん弁護士とかあと市会議員、ハンブルグの市会議員も本当に 30% ぐらいトルコ人だったりとか、いろんな、いろんなところにですねトルコ人で活躍していて、ただそのシャーヒンさんなんかは
カレンのギムナジウム、まあ、高校ですよね、はい、からあの医学部に行って初めてのトルコ人だということで、はい、あの本当に超優秀だったんだと思うんですけれども、いろんな人がです、いろんなところで活躍してる、活躍してるんですね、ドイツ国内でトルコの人がということですね、はい、はい、村中さん、今朝もお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。おはようテラちゃん、時刻5時17分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はドイツハンブルクと結んでいます。医師の村中理子さんです。村中さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは朝刊トップ5いきましょう。2月14日火曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。読売新聞、トルコ地震死者3万5千人。トルコ南部で6日未明に起きた地震は13日発生から1週間となりました。トルコと隣国シリアを合わせた死者数が3万5000人を超えています。捜索活動は続いていて、死者数はさらに増えるとみられています。先ほども村中さんにお伝えいただきましたが、ドイツのニュースでは死者が3万7000人を超えたという報道があるということですね。朝日新聞、アメリカ3日連続で物体撃墜。アメリカ軍は12日、アメリカ・カナダの国境にまたがるヒューロン湖上空で飛行物体を撃墜しました。11日にもカナダ北西部上空で飛行物体を撃墜していて、3日連続の撃墜です。アメリカ軍が4日に中国の気球を撃ち落として以降、9日間で4件の撃墜が続く異例の事態。それぞれの関連はまだ分かっていません。産経新聞、原発60年超規制委員会決定。原発の運転期間を実質60年を超える期間に延長する制度の見直し案をめぐり、原子力規制委員会は臨時会合を開き、多数決で正式決定しました。会合では全会一致とならず、重要案件では異例となる決定となっています。日本経済新聞、上田日銀総裁政府今日提示。政府は今日、日銀の黒田総裁の後任に経済学者で元日銀審議委員の上田和夫氏を充てる人事案を国会に提示します。副総裁に氷見野良三前金融庁長官、内田眞一日銀理事を起用する案も同時に示します。スポーツ日本、 WBC ダル開幕。野球の世界大会ワールドベースボールクラシックで、侍ジャパンの初戦となる3月9日の中国戦の先発をメジャーリーガーのダルビッシュ投手が務めるプランがあることが分かりました。5人のメジャーリーガーで唯一17日の強化合宿初日から参加する予定です。はい、以上朝刊トップ5でした。さて、おはようテラちゃん、5時台ドイツハンブルクと結んでいます。医師の村中理子さんです。村中さん、今5本のニュースご紹介しましたが、気になるニュースは何かありましたでしょうか。やっぱりこの日銀の上田さんの話ですよね。はい、はい、あのすごい為替が揺れてるので何だろうって見てたら、あの雨宮さん、前のあの次に日銀総裁になるんじゃないかと言われていた人が、はい、雨宮さんじゃないかと言ったらまた円安になって、まあ、総裁を誇示したっていうニュースでまた円高ってなったら、はい、突然上田さんって出てきて、ふうみたいな話になってふう誰ですね、誰みたいな話になって、はい、でしばらく様子見だったんですけど、また、まあ、しばらく緩和が必要だみたいな発言をしたら、こうユーロがまたユーロもドルも高くなってきてという感じで、はい、もうこの人たちの発言でこんなに為替って動くんだっけ、ね、と思って、改めてなんかちょっと面白いなと思って見てました、ね、やはりね、あのその国の中央銀行の総裁、まあ、日銀の総裁 で、まあね、円なんかも動くってことなんですね、これね。そうですね、まあ、あのただユーロ
県にいると、はい、どうしてもドルとの関連なので、はい、まあ、ドルが触れればそれに触れてユーロも、あるいはユーロ対ドルの中でその掛け算で日本円との関係決まるので、はい、まあ、ちょっと何とも言えない部分はあるんですけれども、まあ、ヨーロッパだと今やっとちょっと物価の上昇率が落ち着いてきたっていう感じのことがニュースになっていて、はい、あとはまあエネルギー価格もなんとか暖冬でちょっと持ちこたえたというところがあって、いやまあ経済本当ぐちゃぐちゃだなと思いながら、あのこのニュースも聞いていました。はい、まあ、現在ですね、1ドルは132円44銭あたりですね。で、ユーロは1ユーロは141円90銭あたりで、まあ、推移をしているという状況ですね。はい、さあその他のニュース見るとですね、これ先ほどもニュースでもお伝えしましたけれども、新型コロナウイルス国内で新規陽性者が9423人と、まあ、去年6月27日以来およそ7ヶ月半ぶりに1万人を割ったと、まあ、いうニュースなんですね。まあ、死者は93人、昨日の時点ですけれども、重症者が5人減って286人、東京都が810人という、まあ、この陽性者の数だということなんですが、これドイツハンブルクでお聞きになって村中さんいかがですか。もうドイツではこういうニュースってないですよね、きっと。多分出てるんですけど誰も気にしてない。まあ、見ようと思えば見れるっていう感じですよね。はい、で日本の場合はその詳細の報告全数把握っていうのはやめたんだけれども、はい、数だけは相変わらず数えてる状態が、まあ、この感染法上の二類相当である限りは続いてると。はい、でまあ、こうやって律儀に数数えてるとなんか統計が見えてるんだけれども、もう統計を見て流行ってるか流行ってないかっていうのを一喜一憂しなくても、まあ、医療体制自体がですね、医療は全然逼迫してないので、はい、もう見なくていいっていう感じにはなってきていますよ。はい、まあ日本でもですね、これもう全数把握はやめて、ある限られたところの、まあ、データで、これからはさらにですね、春ぐらいからは、まあ、定点観測というかですね、さらにこの絞ってそこの、まあ、インフルエンザ の、 例のデータと同じような感じにしていこうなんていう、まあ、そういうニュースもありますね。ところで厚生労働省がですね、新型コロナの従来株に対応したワクチンについてモデルナ製の有効期限が来たため使用を終了し、武田薬品と契約していたノババックス製については契約の途中でキャンセルして、供給を終了すると発表しました。厚労省によるとモデルナ製の従来株に対応した新型コロナワクチン、これまでにおよそ1億4300万回供給され、このうちおよそ9690万回分が自治体に配送され、今月9日時点でおよそ7910万回分が接種されたといいます。残りのおよそ4610万回分は国の手元にありましたが、有効期限が来たためすべて廃棄したといいます。4610万回分のワクチン廃棄、村中さんこれはどうでしょうね、受け止めとしては。いや、もったいないですよね。はい、なんていうか、日本は最初はすごく追加接種の期間を進めたりとか、はい、あと交差接種って言って違うワクチンを使ったりとか、はい、いろいろこうワクチンについてすごく慎重な態度を取ってたにもかかわらず、もうだいぶなんかみんなワクチン打った後で、こう追加接種をどん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 してワクチン買うようになっちゃって、なんかやっぱりちょっと対応っていうかタイミングが悪いんですよね。で買うだけ買って、こんなに余っちゃってると。はい、でまた日本はまたビオンテックが好きなんですよね、このワクチン ね。好きなんですか。ビオンテック多分モデルナよりビオンテックの人気があると思うんですけれども、まあ、そういうのもあってですね、なんかそのワクチンが選べたりとかっていうのもあって、こういう感じでいっぱい破棄されるのは非常になんかコストの点でも気になるなっていう感じがします。はい、でノババックス製のワクチンについては武田薬品と1億5000万回分の国内での供給、これを契約していましたが、2月までにおよそ824万回分の供給を受けたものの、残りのおよそ1億4176万回分については供給を受けず、契約をキャンセルすることで武田薬品と合意したということなんですが、これはどうでしょう。そうですよね、このやっぱりノババックス製のワクチンっていうのは出遅れたんですよね、本当に。はい、でやっぱりその第一世代のワクチンの中で、ほとんどの人が何かのワクチンを打った後で出てきたノババックス、はい、まあ、メッセンジャー RNA ワクチンはほとんど日本だと打ってた中で出てきた中で、はい、ノババックス製のワクチンについて分かっているのは、最初にモデルナとかファイザーを打ってる
でノババコス打つと、抗体が下がっちゃうってこと、上がりが悪いってことが分かってるんです。そうすると、ほとんどの人の追加接種には使えないワクチンなんです、日本の場合には。で、何が使うかっていうと、例えば子供で今から大人になる年齢の人1回もワクチン打ってないとか、あとはですね、どうしてもそのメッセンジャー RNA ワクチンに対するアレルギーなり何なりっていうのがあって、じゃあということでノババックスを選択できるって人以外に打つ人がいないので、すごくやっぱり市場が狭いんですよ、ね。はい。でこの現象は別に日本だけじゃなくて世界中で起きてて、本当にノババックスのワクチンっていうのは頑張って開発した割には売れなかったということで、まあ、この売れないことを見込んでですね、これがキャンセルできたということについては、まあ、良かったんじゃないかなと思います。そうか、キャンセルができたってことはね、はい、はい。ところでこういうニュースもあります。臓器移植を無許可で斡旋したとして警視庁生活環境課9日までに臓器移植法違反の疑いで NPO 法人難病患者支援の会の理事、こちらを逮捕しました。臓器移植の斡旋業者の摘発は全国で初めてです。逮捕された理事は海外での移植に許可はいらないと思っていたと容疑を一部否認しているといいます。で逮捕容疑は厚労省の大臣の許可を得ずに都内の男性患者をベラルーシに渡航させ2022年2月に死体から肝臓移植を受けられるよう斡旋した疑いです。ベラルーシで肝臓移植の手術を受けるのに必要な費用は1700万円程度と見られていますが、理事はですね、渡航あと手術の費用として全部で3300万円を男性患者から受け取っていました。でこの NPO 法人では移植を斡旋した患者が手術後に死亡するなどの事例が発生、新規患者へのこの対応を来月終了すると表明しています。日本初の臓器移植斡旋業者の摘発なんですが、村中さん、この事件どういうふうにお考えでしょう。これやっぱすごく難しいんですけれども、やっぱり臓器移植待ってる人は本当に笑おうもすがる思いで待ってるわけですよね。で、まあ、日本で何が問題かっていうと、圧倒的に臓器移植をする人の数が足りてないんですよね。はい、で例えば、特にフランス、スペイン、イギリスあたりっていうのは、もうオプトアウトしないと、自分でですね、臓器提供しませんっていうカードを持ってないと、全員がもう臓器移植するような形になって、原則もうそうなってるんですね。原則臓器移植なんですね。脳死の場合には臓器移植をすると。でそうすると、どのくらいの人が臓器移植してるか、提供してるかというと、フランスで100万人あたり20人、スペインで40、イギリスも20というふうにですね、かなり多いんですけれども、日本はどのくらいかというと 0.6 人しかいないんです。で、同じようにオプトインですね、臓器提供しますっていう、まあ、日本みたいに提供者カードを持ってる人しか臓器移植しない国であっても、ドイツもそうなんですけれども、11人、アメリカも42人というふうに、別にオプトインの方の国でも、随分やってる国はあるわけですよね。割とその日本っていうのは、脳死でもやっぱりまだ本当に亡くなってないっていう、やっぱ死をどこで線引くかっていうの感覚が、先進諸国とずれているというか、まあそれは別にいい悪いは別として、違っているところもあって、なかなかやっぱり家族も本人も、まあ、それをですね受け入れられないということで、臓器移植の必要な人たちがかなり苦しい状況になると、そうすると別に足元を見ると言っているわけではないんですけれども、まあ違法ですよ、違法で、まあ海外での職員許可はいらないと思っててはありえないと思うんですけれども、普通だと日本ではですね、やっぱり医学的な検索をして、この臓器ならもらっても大丈夫だ、与えても大丈夫だってことをチェックしてからやるんですけれども、こういうもうチェックもほとんどないようなところがですね、で何でもいいからとにかく受けたいっていう人たちにがこういうことでやっぱ事故が起きてしまうと、非常に難しい問題だなとは思います。はい、村中さん、また後ほどお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。時刻5時半です。
時刻5時36分です。おはようテラちゃん、今朝5時台はドイツハンブルクと結んでいます。医師の村中理子さんです。村中さん、今日本は受験シーズンなんですが、特に大学入試とかね、まあ、高校入試もちろんありますが、村中さん、この大学入試の時って何かおまじないというか、朝決まって食べるものがあったとか、神頼みしたとか、何か思い出すことってありますか？私はないんですけど、母がいつもお弁当は取ってカツとか言って、とんかつをいつも作ってくれた。そうですか。お母さんはお嬢さん思いですね。お子さん思いで。そうですね、はい、自分では何もしてないです。あ、そうですか。確かにとんかつね、まあ、人によってはね、胃もたれするじゃねえかみたいなツッコミ入れる人もいるらしいんですけども、村中さんの場合はじゃあ、親の愛情を感じて、頑張ったんですね。そうですね、まあ、ちょっとそれどこじゃないですけどね。そうですね、本人はね言われてみればね。ところで、日本将棋連盟ですが、昨日公式戦の対局中に鼻を出してマスクを着用し、臨時対局規定、違反でですね、3回反則負けとなった日浦一郎八段を5月12日まで3ヶ月の出場停止処分にすると発表しました。連盟は日浦八段が3局連続で審判役を担う立会人の裁定処置に従わず、実質的な対局放棄を繰り返したことを重く受け止めました。倫理委員会で日浦八段の弁明を聞いた上で処分を決めたといいます。日浦八段は7日の第81期名人戦 C 級1組順位戦で、対局開始直後、立会人から正しくマスクを着用するように注意を受けましたが応じませんでした。日浦八段の反則負けは1月10日の名人戦順位戦、2月1日の棋王戦予選に続いてです。これ産経新聞の記事からお伝えをしましたけれども、村中さん、将棋お好きなんだそうですね。別にうまいわけでもないんですけれども、今王将戦ですごい藤井さんと、はい、羽生さんが盛り上がっているので、ちょっとそれで私もネットで見たりして盛り上がっているところです。あ、そうですか。やはり藤井さん、あと羽生さん、これ気になるところですか？そうですね、やっぱりもう藤井聡太さん出てきて、完全に羽生さんの時代終わったのかなって思ってたんですけれども、今回先手で打つとちゃんと羽生さんが勝って、最初勝った時はこれ1回だけかな、でもとりあえず勝ってよかったと思って見てたら、2回目の先手の時もちゃんと勝ったんで、もうこれで完全に羽生さん復活かなっていう感じで、先がますます面白いなっていう感じになってきました。通ですね、村中さん。いや、そんなことない。みんな見てないんですかね。すいません、私も本当にね、指し方は分かります。だけれども、そのどうして、まあ、先手後手、先手が有利なのかって、やっぱり一手先んじるからってことなんですか？そういうことなんだと思うんですけど、私も詳しいことは分からないんですけれども、まあでも彼らのやっぱり将棋っていうのは本当に異次元なんで、もうなんか説明聞いてやっとふーんと思うぐらいの感じですけれども、そして、まあ、この日浦八段の、まあ、今回の処分ですね、結局3ヶ月の出場停止処分、5月12日までということなんですが、もうこれ確かにルールはあるんですよね。で、ルールで何度も注意したんだけれども守らなかったっていう、おそらく日本将棋連盟がそういうふうに言うんでしょうけれども、これ村中さんはどうご覧になってますか？多分医学的に見れば、はい、もしかしたらマスクは必要なかったのかもしれないし、マスク着用以外の方法でですね、やっぱり感染を避ける方法は、特に将棋の場合はできたと思うんですよ。だってすごくいっぱいの人数がやってるスポーツでもなくて、何万人の観客がいるスポーツでもないわけですよね、そうなってくると、まあ、本人とですね、せいぜいメディアの人ぐらいを全員検査してですね、やって、やってる本人たちはマスクなしでやればいいじゃないですか。別に喋りながらやってる競技でもないわけですし、でそういうことがですね、本来であれば多分、例えばドイツみたいに本当にこうやって検査が、抗原検査が一般的で、何でもかんでもすぐとりあえず抗原検査しとこうかみたいな国だったらですね、こんなマスクのことをうるさく言われなくてもよかったはずなのに、なんか、まあ、将棋連盟のもちろんマスク着用自体は日本では義務ではなくて、日本将棋連盟が、まあ、国の推奨に従って決めてるルール、それを破宝ということで処分を受けたんですけれども、なんかこんなことで
処分されなきゃいけない世の中っていうのはすごいいつまでも残念だなっていう感じはしました。はい、まあ、この後そのマスクのお話についてはたっぷりとしていただきます。そして東京財団政策研究所というところがですね、2023年1月現在の日本全国および主要 5都道府県の集団免疫レベル、この推移というのを推計し、その結果というのを公表しました。まあ、それによると国内の感染者の総報告数3100万人を超えていて、単純計算でも国内のおよそ4人に1人は感染経験があることになって、国内の自然感染に由来する集団免疫のレベル確実に増加していることが予想できるとしているとしまして、推計の結果2022年は年初に第6波、夏に第7波、秋以降に第8波があったが、各流行の波のタイミングで自然感染が増加し、それに伴って自然感染プラスワクチンも増加していることがわかる。特に第8波が始まった2022年10月以前はワクチンが自然感染よりも多かったが、この月以降は逆転し、現在は自然感染がワクチンよりも多い結果になったということなんですね。で、これは第8波で感染者数が増えたこととワクチンの4回目以降の接種率が低いことに起因していると考えられるそうでして、現在自然感染プラスワクチンおよそ 70% で過去最高の水準になっているといいます。この結果、村中さんはどうお考えでしょう。そうですね、この東京財団政策研究所というのはまず何なのかっていうのでちょっと気になったんですけど、まあ、基本的にはなんかこう独立系のシンクタンクで、はい、医療機関でも医療の研究所でも何でもなくて、まあ、データをもとにこう見てるっていうところなんですけれども、とにかくですね、日本の中ではもういつもいつも日本はですね、感染者を抑えててマスクをしてたから、はい、ヨーロッパとかアメリカとは感染の免疫の獲得状況が違う、集団免疫できてないからもうマスク外したらまた高齢者がどんどんなくなっちゃうみたいなことをずっとずっとずっと言っているんですけれども、マスクの効果になりですね、ワクチンの効果っていうのをきちんと評価したものって全然日本の中でないんですよ。で、一方でもう海外からはいろんなデータが出ていて、特に今この研究所が言ってた自然感染プラスワクチンのいわゆるハイブリッド免疫の人、はい、この人たちっていうのはもうすごく強固な免疫を持っていて、はい、最後の感染もしくはワクチン接種から1年以上経っても 95% 以上はオミクロン株であっても重症化を防げているというデータが出ているわけです。そういった中で、まあ、こういったですね、マスでデータを数、まあ、もちろん報告されているものだけを見ているわけですけれども、そういった中で、まあ、大体 70% ぐらいの人はハイブリッド持っているだろうと、はい、ということは残りの3割はですね、ワクチンだけあるいは感染だけの免疫をほとんど持っていて、まあ、9割以上ほぼ 100% が何らかの免疫を持っているという状態に、まあ、これデータを見るとそうなっているんですけれども、日本も達しているわけで、はい、あんまりですね、ここでまだ全員でマスクをしているのはすごい重要だっていうメッセージを何を根拠に入れるのかやっぱりわからないと、でそれでもすごくやっぱりマスク外すことに対して慎重な人たちがいるんだけれども、どっかでやっぱりこう国がですね、しっかりこのくらいの免疫レベルであればマスクをもうみんなにする意味はないみたいなことをですね、積極的に発信できないのかなと改めてこういうデータを見て感じました。はい、さあそれではここからはですね、このテーマでいきます。日本政府が発表、3月13日からマスク着用見直しは個人の判断で。政府は10日マスク着用の考え方の見直しを発表しました。3月13日からは着用は個人の判断に委ねることを基本とします。政府は感染防止対策としてマスクの着用が効果的な場面などを示して、一定の場合にはマスクの着用を推奨します。で、新型コロナ対策のマスクは現状屋内では基本的にマスクの着用を推奨、こういうふうにしていますが、この扱いを変えると。そして、行政がですね、この一律にルールとして求めるのではなくて個人の選択、まあ、これをですね、尊重する形とするということなんですね。で、この見直し3月13日から適用するほか、学校におけるマスク着用については4月1日新年度からとします。まあ、それまでは従来の考え方に沿った対応を要請しています。これ卒業式はまたちょっと別であります。で、3月
13日からというこの時期を定めているところがですね、まあ、いかにも日本人らしいなんていう、まあ、こういう指摘もあるんですが、今回のこの3月13日から、マスク着用見直し個人の判断でというこの見直しですね、これは村中さんどうでしょう。まずこのちょっと3月13日が何かよくわからなかったんですけれども、はい、これあの実はですね、先週この発表がありまして、1ヶ月間くらい、はい、まあ、浸透するのに実感がかかるだろうと、でなおかつ、まあ、あの月曜日からスタートさせるのがいいだろうということで3月13日になったと私は聞いております。それ心構えをするのに1ヶ月がかかる、はい、まあ、あの通達含めてですね、各その学校なら学校が判断するのも1ヶ月ぐらい見ておこうかということのようなんですね。そして3月13日からできることっていうのが個人の判断になるっていうことだけ、ね、はい、最終的にはそうなりますね。まあ、やっぱりあのドイツなんかだと、別にドイツが市場では全くないんですけれども、はい、みんなやっぱりマスク外していいのか大丈夫なのか、それはもう分からないんですね。個人の判断って言われても、はい、外したくても本当に外していいのかどうか分からないし、外して大丈夫なのかが分からないってところのポイントなわけですよね、はい、なのでやっぱりドイツなんかで言ってるのは、あのこれも1月の頭ぐらいに、あのドイツの有名なウイルス学者でクリスチャン・ドロステンという人がいまして、はい、あのこの人は SARS ウイルスを発見した人ですけれども、コロナの研究者ですよね。彼がこう言ってるんですけれども、あのマスクを全員で着用することについては以前ほどの意義がなくなったということを言ってるわけです、はい、つまりその感染を広げないっていうことについてはマスクの着用が有効で、はい、3密避けるとかマスクしろみたいなことがすごい重要だったんだけれども、もうみんな感染もしたしワクチンも打ってみんな免疫持っちゃってるから、広がっても別にいい、まあいいっていうのは変ですけれども、いい人が多い、はい、で一方でやっぱり感染すると重症化のリスクを負ってる人ってどうしてもいるわけで、ワクチン打ってても高齢だったりとかですね、病気があったりとしてはいるわけなので、今からはですね、もうこの感染を広げないためにみんなでマスクをするっていう段階は終わっていて、うつらないためにやっぱ必要な人が必要な場面だけでマスクをすればいいんじゃないかっていうふうに非常にクリアなメッセージを出しているわけです、はい、かつだから外したい人は外して大丈夫と思う人、外していい人は外して大丈夫だから外していいんだけれども、お互いに外してる人もしてる人も尊重し合おうねっていうメッセージをやっぱりかなり丁寧に出してるわけです、ところがやっぱり日本はずっとワクチンも打ったけどやっぱりマスクしてた方が安全だからみたいな感じがずっとぐるぐる回っていて、なんかやっぱりみんなどこかで線を引いてどうしたらいいのかが、もうみんな国民がやっぱり混乱しちゃってるんじゃないかなっていう感じがすごくしています、はい、で今回3月13日以降も着用を推奨するケースとしては、医療機関を受診の時、あと高齢者等重症化リスクが高い人が多く入院生活する医療機関ですとか高齢者施設等への訪問の時、通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時としています、まあ、これもじゃあ混雑っていうのはね、人によって混んでるなと思うケースと、いやこれ混んでないだろうってね、同じ混雑見ても、まあ、これもだから判断難しいし、そこでトラブルになるんじゃないかみたいな心配も言われてるんですよね。あとこれ以外の時は、はい、じゃしなくていいっていうことをどうして言わないのかっていうことで、着用推奨する場合これ以外はしなくていいっていうこちらのメッセージの方がすごい大事だと思うんですけれども、はい、やっぱりこれを言わない、政府の専門家が言わないっていうのは、はい、本当にやっぱり責任をなんか問われることばかりをやっぱり恐れてですね、国民を早く元の生活に戻そうってところについては、はい、まあ、いい言葉で言うと慎重なんですけれども、はい、悪い言葉で言うとやっぱり責任を逃れようって、もうそこばっかりにやっぱ中心し集中しているのかなっていう感じがちょっとだけやっぱりしてしまう気がします、まあ、そんな今村中さんのご指摘も受けてというかですね、全国知事会会長の鳥取県の平井知事がこう言ってます、現場では学校も含めいろいろな声が上がっているのも事実だ、全部個人の判断でと言われても困る、まあ、こういうふうに言ってます。これ加藤厚労大臣にこういうふうに発言しております。でその上で効果的なマスクの着用や感染対策を現場ともすり合わせ、エビデンスに基づいた国民への広報や業界への指導を行ってもらいたい、全国知事会の平井知事はこういうふうに言ってるんですが、村中さんこれどうでしょうね。
そうですね、やっぱり医学的な指針が欲しいっていうのは当然のことだと思うんですよね。はい、していい、して悪い、判断個人でしてくださいということではなくて、どういうことで、どういう理由で必要なのかということなんですけれども、はい、ちなみにドイツはなんですが、前回の放送でお伝えした通り、2月の2日から交通機関でのマスクもなくなりました。はい、それから、ただ混んでる電車とかでは結構やっぱり高齢者なんかマスクもまだしてます。そうですか。はい。はい、それから、医療機関のマスクも4月の7日でちょうど1年でですね、この医療機関でのマスクの着用義務っていうのが、切れるので、はい、ここで延長がなければもう基本的にはですね、なくなります。はい、で日本だと本当にそのお見舞い行く時もガラス越しだったりとかですね、高齢者施設だと入れないとか本当にそんなのはあったんですけれども、普通にですねやっぱり会えるような状況にこれからはドイツでもなる。ただドイツはすごくマスクを外すことに関してかなりヨーロッパの中でも慎重だった国なんですけれども、それでもやっぱりここまで来てるんで、はい、日本はですねやっぱりすごく遅いなという感じはします。はい、で、今回その症状がある場合とか新型コロナウイルス感染症の検査の陽性の人、あと同居家族に陽性者がいる場合などは外出を控え、通院等で外出をするときには人混みを避けてマスクを着用するように呼びかけています。さあ、そして学校なんですが、新年度4月1日以降はマスクの着用を求めないことを基本とするとしていますが、引き続きマスクの着用を希望する児童生徒に対して適切に配慮し、換気の確保などの対策を講じるよう求めています。で、4月1日より前に実施される卒業式もですね、児童生徒などはマスクを着用せず出席することを基本としています。この学校に関してはどうでしょう。4月1日までまず待つ理由がわからないって、3月13日まで待つ理由もよくわからなかったんですけれども、はい、もちろんいろんな事情があって外さないでほしいって思ってる人がいるから、他の人にも外さないでほしいと思ってる人がいるからっていうことなんでしょうけれども、外しても基本的にはもう子どもたちの間では私はいいと思っているし、特にですね、ヨーロッパはドイツだけじゃなくほとんど全部ですね、はい、もう1年以上前から子どもたちのマスクについては早々に緩和しています。はい、なんでかというと、やっぱり顔を見て喋ったりとか社会生活を送ることがすごく大事なわけですよね。友達の顔を見て、先生なんかも、だからちっちゃい子どもで言えば言語の発達とか感情の発達とかいろんなことに影響を与えるし、はい、特にマスクなんか上手にやっぱりできないわけですよね、子どもたちって、はい、そういった中ですごくやっぱりマスクの効果も限定的なんで、学校で子どもたちがつるみ合ってる間はもうしょうがないんじゃないかっていうところがあったんですけれども、なんかこういつまでもその形だけのマスクっていうのを求めてるところがあって、中学校とか高校に1年生で入った子たちはもう3年間ずっとマスクをしてずっとですよね。マスクなしで友達とか学校で過ごしたことがないっていう状態なわけで、私はもう本当に卒業式を待たずに、マスク今からでもちょっとの期間ですけれども外したらどうなのかなというふうにはちょっと考えてしまいます。今村中さんご指摘の通り、もうずっとこの3年間マスクつけっぱなしで、逆に卒業式にマスクを取りましょうって言ってもなんかやだなみたいな、中にはですよ、中にはそういう生徒もいるって聞きましたね。なんかよく聞くのが、日本の特に若い女性が、はい、口元を隠してる方が綺麗に見えるからマスク外したくないって言ってるって話を聞くんですけれども、それとこれとは全く別の話でですね、はい、やっぱりマスクのない生活というのはもともとの生活なわけで、それにやっぱり戻していくために何が必要なのかってことがですね、はい、やっぱりすごくまだまだ混乱している感じがします。だったらもうね、なるべく早く卒業式の前からマスクを取って慣れるっていうのも一つのアイディアですね、これね。そうですね、はい、今朝はドイツハンブルクと結んで医師の村中理子さんにお話を聞きました。村中さん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、